今日今マイクついてるから先にとく先にとくで、そう油断しないで。どっからカメラ狙われてるかわからないけど、あの黄色い人が狙ってるから聞かれてるから、あのともちゃんの聞かれてる。ワンシーム、はい、おお、でも要はシュート系なの。そうです、シュートよりちょっとこうシンカーと間ぐらいちょっと早くて、まああんまり違いが分からんな正直。まあそれが狙いなんだろうけど、あれよりちょっと速くなるとボールボールに、うん、そうだな。今のボールフランな、もうちょっと落下ないと。まあでも結局まあフランな、今のはフランし、難しい球じゃない。やっぱりでもこれ来るな、まっすぐな、スピード出てるな、ちゃんとインズバ使えるぞこれ。どうした、仕上がり早くないか、もう開幕じゃんもうこれ。おお、落ちるね。こんな落ちたっけ。カット、こっちカット、外カット、外カット、おしゃれなこと。はい、おー、ナイスボール。なるほどね、あれだな、見逃してから分かるってやつやな、彼のシュート、うん、見逃してから。今こっちボール来たよね、いいと思うよ。まあコントロール次第やから、ここの出し入れやから、手元で伸びてるよ、ピュッて来てるよな。はい、来てますけど、ピュッと来てるよ。これインズバ使えるよ、インズバインカットばっかりやから。そう、ここ投げてよ、まっすぐインズバ、インズバ忘れちゃうからさ。はいはい、うん、インカットばっかりになっちゃうからさ、見逃されちゃうんだよな。ちょっとやっぱシュートするんだよ。そうそう、その方がいいんだよ、うん、こうとこうだから絶対いいのよ。最後のインズバがパッと避けて、そうそう、これがちょっと戻ってくれたね。まあ言うのは簡単やけど、フロントドア投げれないかな。はい、ここまで来たら。はい、うん、ただスピードが抜けるからな、打ちやすくなるな、甘くなった時な、うん。こっちツーシーム投げれないの。いいよ、ボール気味で。うん、そこまで曲がれへんか、でも。濃い飯、まっすぐでちょっとスピードが抜けてる感じか。そうですね、はい、ないとは言えないな。投げてもいいかもな、こっち側はちょっとマシマスで、うん、水が垂れたらあれやっぱ垂れた方がゴロになりやすい。でも基本的にはさ、あのね、もう抜けた方が打ちにくいのは事実だよ。あの緩急の方がやっぱりどうしても石が投げると思ったらバッターってこういう感じで見るから、はい、向こうから入って向こうの方を振らんように意識しちゃうから、まあ、あのちょっとワンシーム、はい、ちょっとシュートとかとまっすぐやってあんまり変わらへんが、そのまま宇宙間にカーンと打っちゃおうというふうに引っ張り、だから引っ張るためにこっちカット投げてるやんか、あの、まあ、カットはもちろんいいんだけど、はい、だそればっかりになるとカットってやっぱり曲げる球やから、まあ、コントロール次第なんやけど、抜けとけば危ないとか、だからどうしてもボール気味になるじゃん、はい、で結局投げるけど結局ボールになっちゃうん で甘くいったら打たれるっていうのがあるから、でも投げなきゃいけないんだけど、だからなんとかこの辺でファール取れるようなカットがもう少し曲げてもいいから、これファール取るイメージ持って、はい、あとはシュート気味の先見てちょっと嘘でもいいからたまに投げてみるかだよね、こっちにね。タイケルとか結構いいっていう、タイケル、ダラスタイケルってこっち側にシュート投げないですよ、右の。そう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 、カットもあり、だこっちにカットにあると思うと、どうしてもバッターもこう最後パッとこうやってシュッと持ってきたら、あれって思って戻る時もあんねんなと思ったら、今度は逆にこのボール球振るんでね、はい、だからまあ、こっちも頑張って使わなあかんから、もちろん手腕向こうやで、はい、手腕向こうやで、たまにあのまったりみたいなのが欲しいです。んまったりが欲しいです。ちょっとペロンって、うん、最初の時よりワンシームがちょっと回転はかかるようになった、うん、最初どちらかというと何ですか、回転がなくやったんで、ぼやぼやぼや。でもあれぐらいの球やったらよっぽどコントロールよく投げなあかんで、怖いです、怖い、はい、あのそう本当にピタッ、そうそう、そのまま普通に打っても打てるから、
いつもそこにもうコントロール出し入れできるぐらいのコントロールあったらいいけど、甘くなったらちょっとやばいから、どうしてもボール、結局ボールになってカウント悪くなる球になっちゃうから、もうちょっとラックスだったら振る可能性あるんだけど。あのマサさんの進化はまっすぐみたいな感じですか？ちょっと山がやっぱあるよ、こうやって。マサさんもあるんですか？あるあるある。そのいつもいつも低いんだよ。もう投げるとき、あのストライクの、だからもっとこっちに投げてストライク、ベースの上に投げてる感じ。やっぱりある程度こっちに、ベースの上にこう投げてきて、ストライクゾーンの上に行く感じになるんで、ある程度ラックスはある。うん、そんな、お前みたいにちょっと、ほんのちょっとだからもうちょっと大きく出そうのある程度ラックスはあるのばっかり。マサは進化1種類だけです。まあ、本人はいろいろ言ってるけど、基本的には1種類だったよね。まあ2種類ぐらいあったかもしれないけど。でもお前のあの緩いのもよう落ちてるからな。あれラックスあるから、あれ振ると思うよ。やっぱり結構振ってくれるときは振ってくれるんです。うん。だから他の球もまかなかない。だから2種類、まあ基本2種類でも3種類でもいいんだけど。全然いいと思う。だからあとはまあこっち次第だよね。こっちしか来れるかと。そうそうそう。バッターの集中力もあるけどな。あーって振ってくれたらいいけど、ちょっと集中力高まって絶対振れへんぞ絶対振れへんぞっていう時にやっぱり歩いてもカウント悪くなるだけだから、どっかで行かないと。ここでボールって今度入れに行くと、それがそうそうそう、あの大怪我するんですよ。長打長打多分詰まらせるイメージがあるからカットにしてると思うんだけど、もう少し曲げてもいいんだよ。正直なことでもうファール出すっていう意味でね、そう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 、打とうと思ってファールになるで、それとあとのお前ちょっとシュート気味に入るから、ね、インズバも頑張ってどっかで入れて、でまあコントロールがあんまり、ここがやっぱここは危ないから、はい、アバウトやなと思ったら、まあ、大体この辺に縦目を落としといて、そうそうそう、もうしつこく投げてショートゴロ打ってくれっていうのがいいかもね。まあコントロールしてはやっぱこっちかな、はい、スピードないから。でもまあいいじゃん、びっくり、あれナイスボールナイスボール。でもこの時期は元気なんですよそれはあかんやろ、でも調整早いよ。こっちはもうお、暴れる君来たな。リングのブルペンでカーブ行きまーすって言ったら、ノーハンぐらいでカーブ投げて、それがいつの間にか違いで、ツーシーム投げたらストライク入りだして、急にストライク入りだして、本人もシュートピッチャーになるとは思ってなかったよ。うーん、はい、ほほほほ、曲がっとるな。ああ左の。はい、これがコントロール良ければな。惜しいね、トライして。進化って。あんま役に立たないよな。まあコントロール次第やけど、それならフォークの方がまだいいかもね。落差があるから。はい、だからちゃんとな、やっぱ進化って中途半端なボールやから、やっぱコントロール次第やね。だいたいこの辺に集まるんだったらいいけどね、左バッターに。はい、スプリットとかそう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 、うん、まあだから左対策やから、結局右バッターにいいよ、シュート中心、シュートがあるからやっぱ気になるから、もう他も使えるから、あと左バッターがやっぱこうどうしてもかぶってくるから、その時にまあこっちに、まあ、まあ落ちる球ももちろんいいんだけど、だからあのカット気味の球をちょっと高めに頑張って投げてみるとか、そう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 、やっぱりこうバッターって、まあ、お前が来たら多分シュート気味の球を狙うから、どうしても外にマーク、外マーク、外マーク、外のストライクボールを見極めようとしてかぶってくるから、こっちに投げるときに甘いと思って打ちに行ったときにボールが思ったよりこっちに来たら、思ってるより左バッターが前に来てると思っていいと思う。だからインコースいっぱいぐらいのシンクってのファールやから、はい、こっちも来るっていうのがあるといけなくなるから生きるんで、どっちにしてもこっち投げなきゃいけないのは、シュート気味にこっちの球がシュート気味にこうど真ん中行っちゃうと、これもこっちの狙い、インコースもうインコース捨ててるやつ多いから、はい、お前みたいなピッチャー来たらさ、どうせここには来ないよねと思っちゃうから、そこに投げていかないといけないんで、そこにドンっていくのと、ちょっと、まあ、できればカット気味に入っていくのが、まあ、できれば高め、甘いと思って打ちに行ったらちょっとこっち来てガシャッと詰まって前に飛ぶみたいな、手出させてとか、そうそう、とか芯食ってもファールぐらいになったら、やっぱりこっちマークするようなって言ったら外の球いけるんで、去年1年間こう完全に踏み込まれて、そう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 、前っていうケースがすごい多い。そうだから結局まあお前左対策なんですよ、左押さえれたらもう生き残っていきますよ。だからその左の対策で、まあ、こっち半分よしとしてな、今武器ができたから、だからこっち半分どうするかの時に、ここのストレートと、あとこっちにグッと入る球と、であと落ちる球があったら、だからその代わりに緩急、僕は投げれますだというのは、緩いカーブ投げれたら、山本由伸でビューッとこう投げれたら緩急使えるか、
もしくはこう両サイドしっかり投げるか、であとは高低だよね、はい、だから落ちる球あるかっていう話になっていくんで、それがこっちにいいボールができたから、あとそのどれか自分の合ってるもんね、もう全部いけたらそれこそ山本由伸ですよ4冠取れるんだけど、みんな全部は取れないから、まずは相手も対策練ってくるからさ、プロってお前が来たらもうこういうふうにかぶってくるから、左バッターはそこのここをどうしてやっつけるかなんで、まあお前のカット気味はちょっとこう、まあ、下がり気味なんでね、下がり気味やからやらないけど、ちょっと投げてみたいね、で、ね、左の反応見たらいいね、あ苦しそうにしてんなと思ったら使えるし、でカーンって打たれてもあファールやなって、あこの辺で結構甘かったのにファールやなっていうのが出てくるんで、みんな踏み込んでくると、うん、最近左バッターでこう出てきて、うん、ここからヘッドコールしてくるバッターが多いんですよ、結構チームで、シーズン伏見さんに受けてもらう機会が結構あったんですけど、うん、で本当にあの左の内高めカット回すと、うん、スイングが一回こうなったら、うん、そこからその打席の中でこう戻すの難しいってお話あったんですけど、うん、それやっぱりあるんですか、ね、でもね、まあインローとアウトハイは打ちやすいんですよ、単純に手出せるから単純にこう、ここは手を縮めなきゃいけないじゃん、はい、で普通のバッターってこうテイクバックした時にバッて広がるわけやろ、はい、ここで伸びたものを急に縮めるとやっぱり難しいのよね、はい、時間かかるから、でもインローはこのまま伸ばしてインローに入るから、肩下げようが下げまいが距離があるから、はい、アウトハイも届くのかって、だから打ちやすいの両方は、だからインハイ打ちにくいから、これが真ん中だと思って打ちにいったやつがもっとグッと来たらもっと急に越えられないといけないから、まあ、打ちにくいのは打ちにくいし気になる部分になるんで、どっかでは投げないといけない、でそれをで他の球がいいからね、外の球がいいんだから、そこを頑張って、まあ、手に入れたらすごい楽になると思う、もちろんフォークボールや落ちる球もあった方がいいと思うんで、はい、頑張ってこのもう高めにね、はい、こういう感じで投げれたら最高、頑張ってください、ありがとうございます、背番号いいんじゃないの21番、はい、何キロ40キロ、まあ、僕も社会人出身やから、なんか多分即戦力やと思われてるから、まあ一番大事なのは焦らないことね、はい、あのプロ野球で1年長いんで、あの、まあ、一番分かんないのはここで飛ばしすぎてとかね、なんかすごい不安なとこ見つけた時に張り切りすぎちゃって開幕の時に落ちちゃう、もうガーッいこうとせんと、でこれから実戦始まるから、実戦の中でまた出てきてこうやって話してさ、あのちょっとずつ修正したらいい話なんで、でアマチュアと圧倒的に違うのは少しストライクゾーンが狭いの、はい、でもあとはバッターが粘るとかっていうのがあるんで、どうしてもベース上の上で両サイドしっかり投げていかないといけないんだけど、今まで感覚で言ったらいいとこ投げてるのにボールで結局カウント悪くなってど真ん中投げなきゃなっちゃうっていうことになって打たれるってことが出てくるの、はい、だからベースの上でなんとか勝負カウント取れるのかファール取れるのかカウント取れるものをなんとかこう磨く試しでやってみてもいいから、この左バッターにあの辺投げたらどうなんだよってぐらいの感覚でやっていって、その中で自分で何ができるか自分の球種入れて、で持ってるものはもういいの分かってて、まっすぐもいいしフォークもいいし全然通用するのは当たり前なんで、そこで無理に自分の狙い違いやっちゃってカウント悪くして取りに行かなきゃいけない状況になると、プロのバッターで打つからそれをカチンいかれるんで、どうせ投げるやったら早めに投げとか絶対いいから、ビハインドになってから行くとやられちゃうんで、プロのバッターにキャッチャーもあのよく分かってるんで、あのいいキャッチャーもいますんで、よろしくお願いします。いいキャッチャーでしょ、いいキャッチャーでしょ、27番作るのがいいキャッチャーでしょ。